サイクルウェア。サイクルウェアとは、サイクリングなど自転車乗車の際に着用するために設計された衣服などのこと。本校では衣服に限らずヘルメットアイウェアシューズなどについても扱う。自転車用上半身ジャージは、自転車ロードレースに参加する選手のために開発されたため、通気性と軽さが重視されている。ロードレースでは前屈のみの姿勢を取る時間が多いため、 一般のジャージに比べると背中側の丈が長くなっていることが多い。さらに競技用のものはバタつきを抑えるため体に密着する伸縮性と速乾性も必要とされる。補給食やスペアボトルなどを入れるためのポケットが背中についているのも特徴の一つある。古くは前胸ポケットがついていたがやがて消滅し現在の形になったという。 プロ選手は、チーム名やスポンサーの名称が入るなど他競技のユニフォームと同様の役割を持つチームジャージを着用し、走る広告としての働きもこなす。サッカーなどと同じく、チームジャージのレプリカが一般に販売されている。自分のひいチームのレプリカジャージを着て、レース観戦に出かけるのも同様である。なお、ジャージ以外についてもチームレプリカが市販されているものがある。 ツールドフランスなどのステージレースでは、その日のスタート時点での各賞のトップ選手が一目で、わかる、要、指定色の特別なジャージ、リーダージャージを着用する。特別な例としては、世界選手権優勝者、世界チャンピオンが着用を許される、マイオ・アルカンシエルと各国の国内選手権、優勝者が着用を許される、ナショナルチャンピオンジャージがある、 どちらも次のチャンピオンが決まるまでの1年間のみで、チャンピオンで亡くなってからは、袖口にアルカンシエルや、ナショナルカラー、国旗をあしらったジャージを着用することがある。近年、タイムトライアルに際しては、皮膚よりも空気抵抗の少ない素材で作った、ワンピース型のスキンスーツを着用する選手が多い。この場合でも、規則により、下半身は、レーサーパンツ同様、黒一色である。 レーサーパンツとは、ジャージと同じく通気性がよく軽い素材。一般には、ナイロンスパンデックスで作られた自転車用か、半身ジャージ。通称、レーパン。サドルと接触する部分にはパッドが縫い付けられており、長時間の走行がしやすくなっている。肌に密着していると、ペダルを回す際に、パンツとサドルが接触することによる摩擦が生じという、メリットがある。 しかし、下半身の線が、はっきり出ることに、周知心や抵抗を感じるものも多く、ファンライド用の密着しないタイプや、上から、他のパンツを履くことを前提にした、イナータイプのものも増えている。女性用には、水着のパレオのように短いスカートを付属させている、こともある。レーサーパンツには、パンツタイプのものと、肩にスリーブを引っ掛けるビブショーツの2種類がある。ビブショーツは、 腹部に圧迫を感じにくいのと腹部が冷えにくい設計なのでほとんどのプロ選手はビブショーツを着用するビブショーツと腹部の間にボトルを入れて運ぶこともできるので中継ではアシストの選手がジャージの前を開けてボトルを入れているシーンがよく映る欠点はトイレに行ってもジャージを先に脱ぐ必要があることサイクルウェアで有名な日本メーカーパールイズミが2014年 この欠点を克服したクイックビブウエストで上下分割ができるを考案し国内特許を取得。自転車で走行する場合には前方から強い風を受ける場合が多い。ウィンドブレーカーはこの風から効果的に体温を保つためによく用いられる。気候状況などの変化によって着脱することが多く収納がしやすいように小型、軽量であることが求められる。このため マイクロファイバーなどの化学繊維でおられ、脇はメッシュで抜けたものが主流となっている。また、ジャージと同様に、背面の丈が長い、普通のスポーツ用を流用してもいいが、こちらは、裾が水平なので背中が出ることになる。季節によっては、袖のないウィンドベストも用いられる。色は様々であるが、他者からの視認性を向上させるために、蛍光色にされた木や、 オレンジなどの派手な色が望ましいとされる。気温の低下による体の体温低下を防ぐために作られた自転車用上半身ウェアをジャケットと呼ぶ。ヨーロッパの厳冬気温から日本の秋頃気候までの様々な気温に合わせたジャケットが発売されており、自転車用ジャージに比べると一般的に厚手で生地の目は密で重量は増している。ウィンドブレーカーが ジャージの上に重ね着するものに対して、ジャケットは、ジャージとウィンドブレーカーの2枚の性能を1枚の、ウェアに持たせたものと考えるとわかりやすい。ジャケットではジャージに求められる、通気性、軽量性、発汗性能、空気抵抗の低減に加えて、体感性が求められる。単純に生地を厚くしただけだと重量が重み、空気抵抗も増加してしまう。逆に、 ウィンドブレーカーのように、防風性能だけ高めてしまうと、ウェアの中が汗で蒸れてしまうことになり結果身が冷え、ウェアのバタつきによって、空気抵抗も増加してしまう。自転車ウェアとしての性能を突き詰めると、空気抵抗低減のため身体に密着していて、薄手で、なおかつ軽量であり、汗の発散性能は高く、時速 40km 以上の風圧にも耐えられる、性能が求められる。そのために、 ジャケットでは、大抵の場合、薄手で軽量ではあるが、台風、ウィンドストップ等機能を持たせた特殊な生地が使われ、さらに、体の前面、側面、背面などで違った性能の生地を使うことによって、汗の発散性能を損なわないように工夫されている。これらによってジャケットはジャージに比べると大変高価な、ものである。基本的には、アウトドアで使われる、 レインウェアと同様であるが、バタつくと空気の抵抗が大きくなるので、前傾した状態に合わせて立体的に作られているのが自転車用の特徴である。また、ジャケットとパンツ以外に、レイングローブ、ヘルメットカバー、シューズカバーなどがある。材質は雨を引き湿気だけを放出する、ゴアテックスなどの透湿性素材が主流である。プロ用に、 ジャージに書かれたスポンサー名を見せるための透明なものと、ジャージと同じ柄のレインウェアもある、チームの財政状況による。一方アマチュアは、レースやブルベでもない限り、雨天時には走らない。特にブルベは、雨だからといって休憩していたら時間切れ失格になる、こともあり得る。ショート丈のレーサージャージや、レーサーパンツに対応させ、腕や、膝元だけに装着するもので防寒に用いるものを、 ウォーマーと呼ぶ。部位によって名称はそれぞれ異なり、例えば腕ならアームウォーマー、足ならレッグウォーマーと呼ぶ。コンパクトに収納できるので普段はジャージのポケットに入れて寒くなったら素早く着用することができる。素材は保温性の高いものが使用されている。ウォーマーが寒い時に装着するものに対し UV カバーは夏に使用されている。夏場においては UV アームカバーや レッグカバーが上下ともにあり、速乾性素材と触感冷感素材により装着時に涼しく感じさせるとともに、獅子に受ける紫外線をカットさせるものがある。汗や濡らした水が速乾で乾くときに気化熱で素肌よりも涼しくなるような工夫が施されている。ヘルメットは頭部を保護する目的で着用するものであり、サイクルウェアの中では最も重要なものである。 現在では公式な競技に出場する際には着用が義務付けられているが、それ以外の場合、日本の法令では自転車乗車時のヘルメット着用義務はない。しかし特にスポーツ車に乗車する場合には着用することが望ましい。プラスチックなどで作られた保安棒とスポーツ用の専用設計のものとがあるが、校舎の方が安全性が高い。 1970年代から90年代にかけては、革で包んだクッシ,ション材の頭部保護具、カスク、フッツ、キャスク、やはりヘルメットのこと。一部でカスクと綴られているが誤りが使用されたが、レースでは現在認められなくなっている。2009年から街乗りの際にヘルメットのようにかさばらず、畳めるなど便利と再び人気を集め始めている。グローブは、 手のひら全体を保護するために着用される。点灯時に思わず手をついて、手のひらをすりむくのを防ぐ。陶器には合わせて防寒具としても使用される。手のひらに内蔵パッド、多く衝撃吸収体でできているが入っているものは、乗車中に手のひらとハンドルの間に生じる摩擦や手首に伝わる、振動を吸収軽減し、手根干渉候群、小中神経麻痺を防ぐ効果もある。 通常の指先までを覆うグローブに加えて、オープンフィンガーグローブがある。ブレーキや変速用のレバー操作がしやすいので、温暖機にはよく使われる。オープンフィンガーの場合は、指先が露出している分だけ怪我をしやすくなるという指摘もある。防寒用のグローブには、断熱用の中綿が入ったものが使われることが多い。特殊な例として、MTB レース用には、 前奏者が跳ね上げる石から手を守るために、甲側に、プロテクターが装備されたものもある。自転車に乗る時に使う保護用メガネ。サングラスと呼ばないのは、太陽光を遮ることより、大気中に漂うゴミや虫などから目を守る役割の、比重が高く、日光の状態に関わらず使用するため、よって、ゴーグルのような透明レンズのものが存在する。一によれば、レンズ色は、 濃色より赤や茶系統の方が光からの防護と同時に日陰やトンネル内でも見通しが効くというメガネを用いてもある程度の保護が可能であるがレンズの光景が小さく上下の隙間から異物が飛び込んだり風が巻き込んだりしやすいので専用のものを使う方が快適であるレンズの種類は透過率や色合い変更の有無 ミラー効果の有無など様々な種類が用意されている。レンズ交換可能なフレームも多いので、自分の用途や目的に合ったレンズフレーを選ぶのが安全走行のポイントになる。自転車用のアイウェアは顔面に沿うように湾曲した大きなレンズが使われており、風の巻き込みや異物の飛来を防ぐように設計されている。また、点灯時の衝撃で割れたり破片が飛び散って、 眼球を傷つけたりしない素材が使われている。街乗りの際はスニーカーやスポーツシューズでも良いが各種スポーツで本腰を入れて競技するときにはスパイクシューズ等それぞれの種目に合った靴を履いてするのが望ましいよう自転車にも専用のシューズがある。近年の専用のシューズは足を固定する機構を備えたビンディングペダルを使うことが前提となっており靴底に クリートという固定用具を取り付けるネジ穴が開けられている。これ以外に、競輪選手用のクリップストラップモデルと呼ばれる従来型も少量ながら生産されている。これは、トラックレーサーが NJS 規格を満たした部品以外は競技の構成を維持する必要上使えないため。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。